スウェーデンのドゥームメタルバンド。同シーンの先駆者として知られ、その他のヘビーメタルのサブジャンルにも強い影響を与えた。一度解散したが、1997年以降から再始動を果たしている。2013年、スウェーデンで最も偉大な HR、HM バンドに選出。メサイア・マーコリンスウェーデンの HR。 HM バンド、ネメシスで活動していたヨハン・ランキスと、レイフ・エドリングが、同バンド解散後の1984年、マッツ・ビオークマン、クラス、ベルグ・オール、マズ・ズ・エクストロームと、ヘビメタルバンド、キャンドルマスを結成する。1986年に、エピカス・ドゥーミカス・メタリカスで、アルバムデビュー。翌年のセカンドアルバムから早くもメンバー交代を、実行し、 強烈なインパクトを持つボーカリストのメサイア・マーコリン等が加入。1980年代にリリースしたアルバム群が高い評価を得たことから、ドゥームメタル系のパイオニアとして認知されるようになる。マーコリン脱退後の1992年に実力派シンガーのトーマス・ビクストロムが加入するも、中心メンバーであるエドリングが別プロジェクト立ち上げる要因も重なり、 1994年にバンドは一旦解散する。シンボルのドクロ十字、エドリングは自身がスタートさせたプロジェクトアブストラクトアルジェブラが軌道に乗らないと感じ、1997年にアーチエネミーのマイケル・アモットをはじめ新たなメンバー編成でバンドを再興する。翌年、アブストラクトアルジェブラのマテリアルを使用したアルバム暗黒への飛翔を キャンドルマス名義でリリース。2002年には、かつて1980年代における、全盛期のラインナップを招集し、メモリアル的な活動を展開する。このメンバーで、アルバム制作に着手するも、方向性の違いが浮き彫りになり、活動は再び停止した。冷却期間を置いてからの2004年11月、バンド活動を再開。 前回に構想していたアルバムを完成させ、タイトルにバンド名を冠したキャンドルマッスを翌年リリースする。結成20周年を迎え、地元でスウェーデン版グラミー賞を受賞。2013年にはスウェーデンで最も偉大な HR、HM バンドに選出された。その間、ボーカリストの変遷を経て2012年にリリースした。 イレブンスアルバム早々紙編が最後のスタジオアルバムになると示唆していたが撤回初代ボーカルのヨハンランキストが32年ぶりに復帰し2019年に6年半ぶりの 12th アルバムザドアトゥドゥームをリリースする2016年秋に HR HM フェスラウドパーク16出演のため初来日デビュー以来ドゥームメタル エピックメタルのスタイルを一貫している。全身バンドネメシスからの雛形だったダウナーなサウンドがデビューアルバムエピカス・ドゥーミカス・メタリカス以降で開花し、ドゥーミカス・メタリカスという綴りが後にジャンルとして形成するドゥームメタルの由来となった。また、エピコースともあるようにエピックメタル適要素も取り入れている。後のメタルシーンではこれらを元にした。 ストーナードゥーム、エピックドゥーム、ゴシックメタルなど、様々なドゥームメタルの系譜へと細分化していった。トマス・コール老年期1842年、セカンドアルバム、ナイトフォール収録の楽曲、ビウィッチとの、プロモーションビデオには、後に、ノルウェーのブラックメタルバンド、メイヘムのボーカリストとして、名を馳せる、ペルイング・ベオリーンが短時間であるが出演している。またアルバムジャケットには、 ハドソン・リバー派を代表する巨匠トマスコールによる連作、人生の航路の最終作品、老年期が使われている。ありがとうございます。